いいって。はい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 。はい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 。はいはいはい。エミちゃん、はい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 。はい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 。おいしょ。興奮すると呼吸が辛くなるから、ママのとこおいで、おいでおいで、ふみちゃん、ふみちゃんおいで、まだなんか食べたい、リブドクいっぱい食べてね、腎臓に大丈夫だって言われている豚のトントロを温めたのを食べて、お腹いっぱいなってたけど、ね、ここのとこちょっと、うん、朝まで起きてるの続いてるね。あ、なんか食べたい、まだもうちょっと食べたい、トントロ、ん、ポンポン痛くなっちゃうよ、大丈夫大丈夫、ん、だこだこはだこだこは、うん、ねえ、えみちゃんはちょっと一人がいいんだよね、うん、おいで、あっちゃれ、ママとお話ししよう。ねえ、朝まで起きてるときはだいたい昼間ねんねできるのに、昨日ねんねしてないよ。リブドク食べてみる、もうちょっと。どれどれ、お腹、お腹は、うん、シュク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 、ママにチューして、チューは、チューって言ったら昔してくれたじゃん、こうやってチュ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 って、チュ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 ママと遊ぼう、今夜中の2時ぐらいだから、3時ぐらいまでには寝るんだよね。で、3時に寝ないと朝5時ぐらいまでだけど、朝5時ぐらいには寝れるよね、まだね。話聞いてんの、ママの。はい、えみちゃん、ママの話聞いてます。ね。ママと遊ぼう。トントロもうちょっと食べる？ん？ねえ、今食べて眠れないってことは、あと一口食べたら寝れる時があるよね。ね。うんうん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 なの。ねみちゃん。疲れちゃうよね、寝しないと。ん？大丈夫？大丈夫？夏はね、昼間は暑いからお散歩行けないしね。朝まで起きてて、えみちゃん朝方寝てるから、朝方はお散歩つらいしね。ねえ。ねえ、たくさん歩くと、ちょっとね、呼吸が苦しくなっちゃうし、ねえ。え、来た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 。うん、行ってらっしゃい。お水飲みに行った、うん、ねえ、呼吸が辛いって言っても、その呼吸が辛いイコール酸素質っていう、呼吸が辛いイコール気管支拡張剤っていうのがね、違うっていうことがね、今の獣医師の先生で分かったんでね、うん、気管の奥の方が潰れていて、で、手前の方は手術できるんだけど、そこはもう手術ができないとこなので、そこが潰れていてね、ちょっと呼吸がしづらいけれども、呼吸が吸えているので血中酸素は足りていて、お水飲めた、ね、血中酸素は足りていてね、チアノーゼも起こしていないので酸素質は必要ないと。逆にね、歩きたいのにね、酸素室入ってらんないね。
あ、いつもよりブルブルできたね。チューは、チューは。あんまりチューして。ね、照れ、照れないで。うん、お水飲めたな。よかったね。お水飲めたな。ん？何して遊ぶの、また。今日は付き合ってあげるよ。ん？ん？いいよ。何して遊ぶ？チューは？チューは？チューって言ったらチューしてくれたじゃん。チュー。ママにチューして。ママにチュー。ね、ちょっと寝るときもね、お腹がヒューヒューって言ったりね、今も呼吸苦しそうに見えるんですが、酸素は足りているということなので、ね、なかなか酸素室ってね、お医者様にあるのはね、温度管理もされているけど、お家でレンタルとかね、うちにもね、1台あるんですけどね、温度管理が家ではできないんですよね。ペットボトルを氷を固めて、温度計湿度計を入れてね、それで調節するんですけどね、なかなかね、老犬ちゃんはね、その中でじっとしてらんないんですよね。閉じ込められると出してってね、ね、出たくなっちゃうよね。あ、寝るかな、寝るかな、うん、寝るかな、ね。酸素もね、吸いすぎるとね、良くないのでね、その子によって、その時によって、濃度をね、獣医師さんに確認するんですね、必要な子はね。はいはい。はい、こうやって朝まで元気なエミちゃんでーす。エミちゃん、あ、寝るかもしれない。今日は早めに寝るかもしれない。これね、寝ないのね、寝ないのはもう3年、4年ぐらい経つのかな。でも年齢とともにね、大騒ぎが少なくなってきましたね。もうハーハーワンワン大変でしたけど、でもね、母ママもね、毎晩のようにね、すいません、すっぴんで寝不足していたんですけどね、気がついたら数年、な感じで、あっという間でした。でも数年ね、エミちゃんもね、年を取ったからね。お、始まった始まった始まったぞ。呼吸ね、カッカッカッカってね、興奮するとね、エミちゃんがね、苦しそうだからね、抱っこしたりね、夜お散歩行ってみたりね、カリカリ食べてみたりで、腎臓悪くする前はね、ちょっとおやつがね、少し食べられたんですけどね、今ね、おやつあげて、腎臓の数値がね、上がっちゃうとね、本人が辛いのでね。咳出ちゃった。エミちゃんの好きなモフモフ、ごめんね、ももちゃん起きちゃった、ごめんね、お布団からはみ出してるように、ももちゃん、ももちゃん起きてもしょうがないの、寒くない、クーラー効いてるからね、エミちゃんのためにね。エミちゃんねんねできる？大丈夫だよ。ママいるから無視してないよ。呼吸がつらい。寝
呼吸が辛いって言うとね、皆さんにねご心配おかけしちゃうんですけどね、血中酸素も足りてるしね、呼吸が空いてるのでね、で気管支が潰れてるところがね、拡張剤が飲んでも無意味なところで、手術もできないところなのでね、エミちゃん踏ん張り時ですね。ただ安静にしてればね、ね。で常にやっぱり舌とか見てね、チアノーゼ起こしてないかね、は見てるんですけど、あとね咳でもね、ちょっと気管が潰れて、これ呼吸困難になりそうだなっていうのはちょっと少し分かってきたのでね、一回ねほじほじ寝るときにほじほじするんですけど、それを過激にやりすぎてね、多分閉まっちゃったんでしょうね、意識をね失いそうになったんですけど、その時はちょっとびっくりしましたね。えんちゃんです。怖がりのももちゃんは夜になると電気がパキッていた瞬間にお風呂場に行っちゃうんですけど、戻ってきてます。やだ、もうこの可愛い寝方、もう本当にべったりついてきてねえ、たまらんでしょね。えみちゃんはお目パッチリでしょね。えみちゃんはお目パッチリですね。今日は何時に寝ますか、えみちゃん。お目目バッチリこんでしね。ねえみちゃん。あ、寝るかな。ワンちゃんはね、色はわかんないんですけどね、これと同じピンクもあるんですけどね、お部屋中ピンクにしたい私でございますけど、これはねだいぶ前にパパ用に買ったブルーなんですけど、これがね好きなんですね。サラサラしてて、これをね引いたところにね結構寝ますね。なのでブルーなんですけど引いてます。エミちゃんはね、そうですね、やっぱ3、あ、また起きた。もうね、本当に3年じゃ効かないですね。4年ぐらい。でもこうやって早く寝てくれる時もあれば、朝までダメな時もあれば、でも今ね騒いでしまうとね、呼吸がね苦しくなるのでね、今ぐらいで済んでますけど、でもねまだワンワン言う時があるかな。ね、寝てくれました。エミちゃんは若い時っていうか、まあ、うち来て繁殖犬として保護されて、だいたい5歳ぐらいで手放すというふうに言われているので、そこからうちに来たいる年数考えても、やっぱり13歳15歳まで
言ってるんですね。ね、しっかりとしたちょっと年齢がわからないから、そこがちょっとね、困るとこなんですけどね。病院にかかったりとか治療法とかね、なんですけど、来た時はね、ご飯の時間になるともうたーっとね、ご飯食べる場所まで自分で先に行って待ってたりとかね、夜もしっかり寝てたんです。だけどやっぱり老犬になるとね、夜眠れなかったり昼夜逆転したり、夜中になんか食べたくなっちゃったりで、今のところね、そうですね、カリカリをあげるときは一粒一粒、リプドックはちょっとすごいね、こんなちっちゃいのでね、消化もいいしね、ただなんだけジンケアをね、食べてもらうようにはねしてるんですけどね。ね、そうやって昔はね、ちゃんと、夜も寝てくれたし、ご飯もちゃんと食べてくれたし、ね、こればっかりはね、しょうがないですね。なるだけね、暑い時はしょうがないんですけど、今も、昔はね、朝7時ぐらいまではね、お散歩できたんですけど、今もう5時半ぐらいになったら暑くて暑くて温暖化で ね、そうすると4時ぐらいに起こしてお散歩っていうのもなかなかね、この昼夜逆転してる子は大変でね、まあ夕方とか、合間見てね、やっぱり午前中の太陽には当ててあげたいので、そうですね、なるだけもう起きてすぐカーテン開けて、ベランダのね、太陽浴びさせてあげてね、ちょっとセロトニン作りをね、人間でいうセロトニン作りをしてね、自律神経のバランスをね、整えてあげようと思うんですけど、まあここまで来たらね、エミちゃん中心でね、動いてあげたいと思います。ももちゃん、はい、おやすみなさーい。すごいちょっとやばい、すっぴんで、ね、介護になってくるとこういう動画が増えてくるかもしれないんですけど、皆さんも介護してらっしゃる皆さん、寝れるとき寝てくださいね。おやすみなさーい。それではー。